ライムスターは、日本のヒップホップグループ。1989年に結成。1989年、早稲田大学ソウルミュージック研究会にアラクシーにて、当時2年生であった、佐々木史郎と新入生として入部してきた、坂間大介がライムスターを結成。1993年、アルバム、俺に言わせりゃでデビュー。同年イーストエンドやメロイエローラと共に、 ヒップホップコミュニティファンキーグラマーを結成。2001年に活動の場をメジャーへと移し、非、オーンレコーズ内、レーベルネオしてからアルバム、噂の真相をリリース。2007年3月31日に初の日本武道館ライブを開催。公演後には活動休止を発表。グループ休止中の間、宇田丸はテレビラジオのレギュラー出演や雑誌連載、 DJ 活動を行い、マミー・リーは、スーパーバター・ドッグのギタリスト、竹内智康氏とのユニット、幻としての活動、楽曲提供、リミックス制作など。DJ 陣は、DJ 活動、楽曲提供、リミックス制作などで、それぞれ活動していた。グループとしても、他アーティストのライブやイベントに、ゲスト出演をしていた。2008年2月10日に行われた、第2回、 日の国音楽祭、ライムスターがライブ史にやってくる。で、約1年ぶりにライブ活動を再開。2009年は多くの音楽フェスティバルに参加し、10月14日にワンスアゲンをリリース。本格的に活動再開を宣言。11月29日にはグループ結成20周年を記念して、R-20、Lime Star t w e n t h アニバーサリーと銘打ったイベントを、 JCB ホールで開催。2010年2月にはアルバムマニフェストを発売。オリコンデイリーアルバムチャートにてグループ史上初となる3位を獲得した。また、このアルバムは AOL ラジオにおいて2010年上半期に世界各国でリリースされた CD の中で最もダサいジャケットとして1位を獲得した。2014年12月19日に JVC ケンウッドをビクターエンタテインメントへ移籍することとライムスターが主催するレーベルストルパレイヤーズレコーズの設立を発表した2015年5月10日ライムスター自身が主催する野外イベントライムスタープレゼンツ野外音楽フェスティバル人間交差点2015をライバ野外特設会場で開催シングルアルバムシングルアルバムベストアルバムありがとうございます